本日はお忙しい中テレビ東京 WBS ワールドビジネスサテライト並びに BS テレ東日経プラス10 4月改編,編発表会見にご参加いただき誠にありがとうございます本日司会を務めますテレビ東京アナウンサー原田修介ですどうぞよろしくお願いしますでは本日の登壇者をご紹介しますテレビ東京ホールディングステレビ東京代表取締役社長

以上の5名ですでは最初に石川よりご挨拶申し上げますはいどうも石川でございますテレビ東京ホールディングス社長の石川でございます今日はお忙しい中あー我々のですね中核ニュース経済中心の報道番組 WBS の改編に説明会にお集まりいただきまして本当にありがとうございますあの今日は4月からのですね新しいキャスターも同席しておりますので後ほどお話をさせていただきたいと思っております あの今年の4月クール、正確には3月の末からになると思うんですが、あの月曜から木曜まではです、ね、WBS は22時からの放送ということに変えさせていただきます。えー、金曜日については、従来通り23時放送ということで変えません。これあの、放送時間の変更につきましてはです、ね、実はまあ3年ほど前から、いろんな形で議論をしてまいりました。あのコロナで,です、ね、生活様式が変わったというのも一つの材料なんですが、 我々としましてはですね、やっぱりあの生活時間帯が大きく変わってるんじゃないかという認識を持っておりました。特に23時代につきましては、かなり早く寝てしまう方も結構多くてですね、我々のもとにはですね、放送時間をもっと早くしてくれという声もですね、実際に届いておりました。あの今最近ののビデオ時差しさんの調査お手元に行っていると思うんですが それではまあ女性の方もですね男性の方も23時代になるともう就寝してしまうという方がまあ半数近く半数以上ですねいらっしゃるということは分かっておりましてまあそういういろんな生活様式の変化もあって今回月目に関しては22時スタートということで放送時間を変えさせていただきたいというふうに思っております、まあ、あのコロナに後押しされたという目はございますがそもそもこの放送時間の変更と申しますのはですね その主眼はテレビ東京グループの報道番組をいかに強化するかというのが主眼でございますテレビ東京グループはテレビ東京が放送するこの WBS のほか朝のモーニングサテライトさらにはですね BS テレビ東京で放送する朝の日経モーニングプラス FT さらには夜の日経プラステン。今度ちょっと名前は変わりますけども そういったような報道番組揃えておりますさらにはですねもう初めまして1年以上経ちましたがテレビ東京ニューステレ東ニュースというウェブのニュースもやっておりましてそういうそのテレビ東京の様々な放送配信のですねこの報道番組をですね強化するために今回の WBS の改変を使いたいというのが最大の主眼となっておりますこれあの1日のですねタイムテーブルを有効に活用すると同時に テレ東ニュースのタイムリーなニュースも含めてですね我々としてはこの経済報道を中心としたニュース番組を強化していきたいというのが最大の主眼でございますただですねあの引き続き二十三時代に WBS は視聴したいという方もいらっしゃると思いますのでこれは後ほど後でお話があると思いますが BS テレビ東京の放送はですね 23時代からというのを続けますので全国の23時代に見たいという方についてはそこで見ていただけるようにさせていただきたいというふうに考えております。まあ、あの22代に移すことによりましてですねいろんな方に出演していただくことが可能になると思います。 政治家、さらには企業経営者、そういった方のですね、まあ、ニュースの直接の当事者の方をスタジオにお招きしたり、あるいは収録もあるんですが、生の声をですねそこでお届けできるんではないかというふうに思っております。ただ一方で、そういう反面、ですねこの22時代というのはザッピングも非常に多いですし、ネットや SNS も含めて、ですねかなり媒体がばらける厳しい競争の時間帯だということも十分覚悟しております。その中で 私どものニュースがですね、えー、生き残っていく、きちんとした報道を伝えるためには、ですね今日あったいろんな経済事案、ニュース、そういうものは何だったのかということをきちんと整理した上で、明日以降の生活、いろんな経済活動、そこにどういうふうに生かせるのかという材料、考える材料ですねこのニュースの中でお伝えできればというふうに思っております。えー、日本という国はですねやっぱり経済が日本の国力のもとです。 国民の皆さんの生活も経済がきちんとしていればこそ安定するものでございます。そういう中で、我々としては、WBS をはじめとするこの経済報道を中心とした番組で、皆さんにいろんな形の情報を提供して、日本が元気になる一助にさせていただければというふうに考えております。えー、あの我々ははですねまあ経経済済報道で圧倒的な力力をを持ってております日本経済新聞との協力を強めさらには支援もいいただいて 番組の厚みを増やしたいというふうに思っております後ほど紹介があると思いますが日本経済新聞の原田亮介論説主幹をですね4月からは WBS の解説コメンテーターとしてお招きしてですね深みのある論調でですねいろんなことを分析していただきたいというふうに考えております今までの滝田さん山川さんと加えてこの3人でですね強力な解説を皆さんにお伝えしていきたいというふうに考えております さらにはですね、日本経済新聞が持つさまざまなデータ。そういった強みをですね、生かして。今までのテレビの報道番組とは一味も二味も違う。番組で育っていきたいというふうに考えているところでございます。まあ、四月のスタートまでは、あとまだ2ヶ月ありますんで。これからさまざまな議論を深めてですね。4月には、ぜひ生まれ変わった W. B. S. を皆様にお届けしたいと思っております。え、これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。 では続きまして WBS のメインキャスター二人からご挨拶申し上げますまずはキャスター大江真理子ですえ皆さんこんにちはテレビ東京でワールドビジネスサテライトのキャスターをしております大江真理子です私がこの WBS のメインにつきまして春で丸7年 8年目とということになりますずいぶん長くなったなと思いますけれどもそうした中このコロナ禍に見舞われましてこのような形での会見リモートでの会見になってしまいましたし周りを見渡してみましてもこのアクリルパネルが入ったりまたはマスクをしたりということで1年半ほど前には想像もつかなかったような世界が今私たちの周りに広がっています。で 生活様式も大ききく変わってきました。そこに私たちとしてもどうにかして合わせていくことはできないかこうしなやかに形を変えながら皆さんの生活に寄り添った報道をしていくにはどうしたらよいのだろうこれを考えたときに22時という選択肢になりました。あのー 今経済も大きく揺れていますので経済報道に求められることというのも増してきていると思いますそうした中改めて気を引き締め直して皆さんのお役に少しでも立てるようにしていきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします応援キャスターありがとうございますでは続いてキャスター佐々木昭子からご挨拶申し上げますえ皆さんこんにちはテレビ東京佐々木昭子です ここの春からワールドビジネスサテライトを担当することになりました今は早朝の経済番組を、まあ、大江さんと同じ期間ですね7年そして8年目を迎えるという形で担当しておりましたけれどもこれからは、えー、朝から夜へと舞台を移しましてこのコロナで揺れる日本の経済世界の動向をしっかりとお伝えしていきたいと思います。自分自分身に関して言いますと えちょうどです、ね、あの50代に入りましてこの50代においてこれだけの重責を担わせていただくということはやはり人生100年の時代ななんだなと実感しております50歳からの挑戦これからも今まで自分がやってきたようにそしてテレビ東京がやってきたように経済にそして人々の生活に寄り添いながら そしてコロナの先に広がる未来を少しでも映し出せるように実直に誠実にお伝えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いて今回のリニューアルポイントを改めて報道局長の野口裕二から説明いたします。はい、あの報道局長の野口です。よろしくお願いします。あの今あの挨拶いただいたように。 メインキャスター大江と佐々木っていうことなんですけど大江はあの7年間 WBS のメインキャスターで佐々木が8年間「モーニングサテライのメインキャスターさらに2人ともニューヨーク支局で記者経験がありさまざまなあのニュースの現場で取材経験が豊富で知識も豊富でで2人とも非常にあのまあ勉強熱心で。 ストイックな生活を送るアスリートのような2人なのであのさらにですねあのハートもあるのでこのコロナ禍で視聴者の皆さんに少しでも、まあ、役立つというかそのような経済ニュースをお伝えするのにこの2人がふさわしいのではないかというふうに思っています。えー、それととフィーールドキャスターとしててはは資料にに入っていますように えー、門谷き子さんと田中ひそびさんがフィールドキャスターに入っていただいて、えーまあ、入社以来報道も希望されているということで、まあ、将来のまあ経済ニュースも背負うような、えー、人材に育っていただきたいなというふうには思っていますで、あのー、今 WBS の改、えー、編に関してはプロジェクトチームを作ってさまざまな議論を続けていまして、えー、新技術とか あなたの目玉企画なども非常に今考えていますけど、えー、今日のところはまだお話しできないということでご容赦いただければと思いますはい、よろしくお願いしますありがとうございますなお WBS は BS テレ東でも放送しておりますが BS テレ東では3月29日以降も引き続き月曜から金曜夜11時からの放送となりますではここで 記者の皆様からの質問にお答えしますなお本日は WBS に関する質問に限らせていただきます4月改編の他の番組につきましては後日改めて発表しますまずは事前に頂戴していたいくつかの質問にお答えしますでは一つ目の質問です共同通信社様です時間が早まることで視聴者層の変化はどのように意識されますか また、新しく挑戦したい取り組みなどあればご教示いただけると幸いに存じます。という質問です。では、野口局長よろしくお願いします。はい、あのこの番組を wbs を放送する上で、どういう視聴者層を狙うかっていう議論もしてるんですけども、やはりあのそういう20歳代とか50歳代とか年齢で考えるのではなくて。あの。 仕事や生活にこの経済ニュースを役立てたいと思っている視聴者がすべてのターゲットなので、これは二十夜十一時台でも夜十一時台でも変わらずえその視聴者層をえまあに見てもらいたいなというふうに考えています。で、新たな新規軸については先ほどお話した通りいろいろ検討はしていますけど、今日の段階ではちょっとご容赦いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてエンカウント様です。 裏番組となるテレビ朝日系報道ステーションとの差別化を教えてくださいという質問です。こちらも野口局長よろしくお願いします。はい、あのー、皆さんもあのご存知の通り、今夜11時台でニュースがいろいろある中でこれまでずっと WBS は経済に特化して差別化して放送してきたと思っています。だからすでにその差別化を意識して放送してきていますので、これは夜10時台にあっても変わらない。 経済中心に、ほ、ま、か、あのニュースがどうやってるかっていうのを意識したことはあまりほとんどないので、そこは継続して、自分たちがどれだけいい経済ニュースを視聴者にお送り届けるかだと思ってますので、そこをさらに極めていきたいと思ってますすす以上ででありがとうございまま続きましてテレビガイド様です。 番組が4月からリニューアルするということにちなんで皆さんが今年に入ってリニューアルしたいことがあれば教えてくださいという質問ですでは大江キャスター佐々木キャスターよろしくお願いします自分でリニューアルしたいことですか佐々木さんはもう生活が丸ごと変わりますからねもうずいぶんなリニューアルになりますよねそうですね朝日置きの生活から 1> 1時ぐらいいにに帰るるという感じにななんでですかね <laughs> なので生活そのものがリニューアルという形になりますでも応援私もそうですねあの本当にこれまで続けてきたことをちょっと1時間前倒ししてというような生活になると思いますのであんまりこう自分の生活について考えたことがなかったので今質問を驚,驚いているところなんですがそうですねただやっぱり。 はい、健康を第一に考えなければならないということもありますのでたくさん日に当たりながら、はい、あとこう散歩をしてやはりこう社会的な距離というのはこれも 行わな,なければならないのであまりこう家から出る機会がなくなってしまったんですけれども社会の様子を知っておくということも重要ですのでそういったところそのソーシャルディスタンスを守りながらえー、いろんな場面というのをこれからも、えー、継続して取材していこうと思っておりますありがとうございますでは続いてテレ東プラスです OA キャスターにお伺いします 枠移動について、最初に聞いた時の感想はどのようなものでしたか？という質問です。はい、ありがとうございますえー、最初はやはり今11時からの放送でもみんな直前まで作り込む作業をしていますので、10時になった時に間に合うのかというのがもう最初の印象です。ただ、1時間いろんなものを前倒しして準備していきますので、えー、大丈夫だと思います。そして。 やっぱりこのワールドビジネスサテライトというのはチームのチームワークといいますかねこう結束がすごくいい番組なんですねなので個々の力というのを十分に出せるようにこれからもみんなで力を合わせて作っていきたいなとそういう気持ちになりました。ありがとうございいますすすでででは続いてスポーツ日本新聞社様からの質質問問野口報道局長に質問です 裏番組となるテレビ朝日報道ステーションへのライバル心などがあればコメントをお願いします。はい、えっ、ー、とまあ今先ほどもお話し,したようにあのー、これまでも夜11時台にあの裏番組に各局さんテレビ朝日さん除いてニュース番組に放送されてました。でそれでそのライバル心があったかというとまあそういうことではなくて本当にどれだけ えー、WBS として独自の経済ニュースあの自分なりの新しい、えー、発見したニュースとか新しい視点を視聴者の皆さんに違う観点でお送りできるかっていうのを考えてきていますのでですのであのそうですね4月9日以降新しいライバルといえば今の WBS をライバルと考えてどうそれを 乗り越えてもっといい番組していくかっていうことだと本当に思っていますはい以上ですありがとうございます皆様質問ありがとうございました以上をもちましてテレビ東京 WBS 4月改編発表会見を終了いたします